改めまして皆様こんにちは。さあいよいよ始まります第52回長野びんずる名誉実行委員長の長野市長荻原健司でございます。いよいよですね、びんずるの踊り開始まで3時間余りとなりました。本日はですね、先ほどもうすでに YouTube 番組やっていたんですね。サッカー元日本代表の奈良橋さんがですね、YouTube 番組、放映していただいておりました。ご覧になった方はいらっしゃいますか？ YouTube 番組いかがでしょうかね。そしてまた、お手を挙げていただいております。ありがとうございます。この後また YouTube 番組始まります。もう始まっています。先ほど YouTube 番組で踊っていただいたサッカー元日本代表の奈良橋さん、結構ね上手に踊ってられましたよ、びんずる踊り。さすがやっぱりスポーツマンだから、こう覚えるのが早いなっていう感じが、いたします。ぜひこの後ですね、ご覧いただきたいと思います。奈良橋さんじゃないですか。さっき YouTube で見てましたよ。ね、元日本代表奈良橋さん、活躍を見ておりました。この時間帯からびんずる直前ライブが、始まるということで、荻原市長が、このセントラルスクエアに、いるということなので噂を聞きつけて、ありがとうございます。ここに来ちゃいました。当初はね、なんか聞いてなかったんです。ちょっとせっかくですから前、日向で暑いかもしれませんけども、いやびっくりしました。先ほどね、テレビもそうですけど、YouTube ライブで見ていた方が目の前に現れるっていうのはなんか不思議な感じがしますね。とっても嬉しい感じがいたします。先ほどの踊り、お上手でしたね。ありがとうございます。見ていただいたんですね。見てましたよ。ちゃん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 ね。本当ですか？本当にだから、みんなこう子供連の、こうみんなが、一生懸命教えてくれて、なるほど、もう完璧に完璧に踊れたんですよ。踊れましたね。でも踊れたんですけど、なんか当日が、ダメという聞いたんですね。っていうか何ですか、それは参加したいっていうことですか？そう、子供たちと一緒に参加したいって、そうなんです。子供たちと、参加したいんですけど、したいんです。ちょっとね、皆さんも僕にパワーをください。いや、見てる方も、いや、これ今回決まりがありましてね、直前の参加っていうのはちょっとこれ難しいんだよな。やっぱり、難しいんですよ。ちょっとだからこのねステージで、ステージで一緒に踊るっていうのはいかがですかね。ステージで一緒に踊るっていうのはいかがでしょうか。ちょっとね実行委員長にも聞いてみましょう。実行委員長にも聞いてみよう。あ、いらっしゃってくれてるね。どうでしょうか、踊れるかな。これそうか、今日は実行委員長の長野商工会議所の北村会頭にもお越しをいただいてます。どうぞ。実行委員長、会頭、ちょっと奈良橋さんが、これからびんずる踊りに参加したいっていうのはそれはちょっと難しいんですよね。そうです ね。だからここでだったらみんなで踊ろうっていうことなんですが、いかがでしょうか。この場でぜひご披露していただければありがたいなと。来年はぜひ一緒に踊りましょうよね。いいんですか。そうね、来年は来年きちんと申し込んでいただいて、しっかり、わかった。来年はサッカーの日本代表の皆さん引き連れてこのびんずる踊るっていかがですか。すごい。いやなんか夢がまた膨らみました。おぎやらしは僕そんな筋力ないです。いや筋肉はいらないです。筋力ない。びんずる踊りは筋力いりません。はい、頑張ります。華麗な運動神経があれば。でも、奈良橋さん瞬発力がすごいですからね。今日も飛んできてくださいましたからね。そうなんです、そうなんです。なるほど。はい、しっかりと。じゃあぜひね、皆さん一緒に踊りましょうか。ぜひこのステージを皆さんと一緒に踊りたいと思います。よろしくお願いします。では皆さんも一緒に、ぜひここにいる皆さんもね、ぜひ一緒に踊りましょう。ではステージの方へ上がってください。さあそれではここで子どもたちを応援するために成長びんずる踊りを広める長野市民部連の皆さんと小池会長にも踊りにご参加していただきます。また今回のびんずるの運営に尽力している第52回長野びんずる実行委員会事務局の皆さんと中森事務局長も応援に駆けつけてくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそして NGT48 からお二人、ご参加してくださいます。
杉本萌恵さん、そして鈴木リリカさんにもご参加いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。みんな僕のために、みんなね、僕のためにみんな僕のために思い違いしないでください、ね、あ、すいませんすいません、申し訳ありません。もうね、奈良橋さんのために皆さん大勢すごいです出てきてくれましたから、ね、ありがとうございます、皆さん、元気よくやりましょう、ね、心一つに、ね、おみんないい感じに広がってますね、はい、さあ、そろそろ準備ができるかな。できますか。まあ、あの会場の皆様もね、あのぜひ、ご一緒できる方は、はい、いかがでしょうか。ご一緒していただいても構わないと思います。ぜひいよいよこのびんずるの本番があと3時間余りで、踊りが開始するしますけれども、まあ、その前にですね、今日はサッカー元日本代表の奈良橋さんが、まあ、びんずるの連には入れないんだけども、ここで一緒にやりましょうという掛けをいただいてさあ、これからびんずる祭り始まります。大丈夫です。ここのみですから。はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。じゃあ交互で、ね、並びましょうね。さあ、それでは皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、大丈夫かな。大丈夫ですか。それでは、はい、OK、奈良さん OK ですか。はい、真ん中緊張します、はい、じゃあ真ん中センターでお願いします、はいはい、さあ、それでは音楽スタート。8、7、6、5、4、3、2、1、それ。どうでした、踊れました。いや、真ん中なんでめちゃ緊張しましためちゃ緊張したんで、まあ、しっかりと踊れたかなと思うんで、はい、もう一回ダメ元で聞くんですけど、はい、OK でしょう。ダメでしょうか。当日当日参加申し訳ありませんけれども、やっぱりこれはね、どうもダメなんですね。ぜひね、来年またお待ちしておりますので。わかりました。じゃあ、はい、よろしくお願いいたします。その時は日本代表の、いやでもね、皆さん、奈良橋さんの踊りいかがでした。良かったですよね。ありがとうございます。ありがとうございま す, います。本当に小ネジ子供連の人たちが教えてくれるので、でも心は子供連のみんなと一緒にいたいので、はい、バイキングクラップって皆さん知ってます。ご存知の方、バイキングクラップ。バイキングクラップって、バイキングクラップ、まあ、今一体感をこう高めていこうと思うんですけど、はい、午前中ですかね、はい、一部のところで子供たちがやったんですけど、はい、エリさんが太鼓を2回叩くので、太鼓を2回叩く、2回叩くので、その後に、はい、頭の上でどんどんパンですか。わ、はい、かりました。どんどんパン、それを繰り返す、はい、でどんどん速くなっていくので、わかりました、はい、やってみましょう。はい、はい、じゃあ皆さん拍手の準備はよろしいでしょうか。皆さんもぜひ、はい、はいはい、ぜひ皆さんご参加ください。心を一つに。ではお願いします。はい、どうぞ。
ありがとうございました。皆さんありがとうございます。本当にこれで心を一つになれたので、皆さんも元気が出、はい、元気が出ますね。ありがとうございます。皆さん頑張ってください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。もうね、これで心も一つになりました、はい。まあ、3年ぶりの長野びんずる、まあ、これね、どうですか会長、会頭どうですか。はい、本当に待ちに待った3年です。そういった中でコロナがあちらこちらもはびこっておりますので、今日は思い切って何が何でも町を元気にすると、そういう意味で挑戦というテーマでやらせていただきます。なおそれぞれの踊る皆さん方にはそれなりきの感覚を取りながらしっかりとコロナ対策、それをしていただくということと、見に来ていただく皆さん方、より一層気を使って気を配って、そしてみんなで楽しい踊りをし、そして町を今後大いに賑わしていきたいと、一日も早いコロナの退散、それを願って我々は善光寺からお灯明をいただいて、そしてそのお灯明のもとでたまたま踊りに 1,2,3,4,5,6,7 そして8のところで善光寺さんに向かってこうお参りをするような、そんなシーンもございます。ぜひ願いが叶って悪役退散、皆さんと共に願いましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。もうね、このライブ配信を通じて全国の皆さんに長野からねパワーが届いたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ぜひ届けましょう。はい、さてこの後荻原市長、そして北村会頭のお二人はここから700メートルほど参道の先にある善光寺の方に向かわれます。善光寺では午後5時から祭りのスタートとなる採火式が執り行われます。善光寺の明かりを頂戴し、その明かりが祭りで盛り上がる長野の街を照らします。善光寺には祭りの名前の由来になっているびんずるさんことびんずる尊者像が飾られているんです。皆さん知ってましたか。ではびんずる祭り本番に向けて荻原市長、北村会頭、どうぞ行ってらっしゃい。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では全国さん行ってまいります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さて皆さんね、全国寺の方に向かわれますけど、はい、なんか私たちもね早いものでそろそろこの番組自体もお別れの時間となってしまいました。やっぱり舞台なんで、はい、すごく緊張しました。踊りねえ、わけわかんなくなってました。そう、さっきはそうなんですよ、そう練習してる気持ちでねやってたんですけど、はいはい、なんか急に本番がやってきちゃった感じでしたよね。なんか皆さんに見られるとちょっともう、はい、もうどうしようもないぐらい、はい、はい、わかります、はい、ダメでした。私もあの今日初めてびんずる踊り、はい、踊らせてもらったんですけど、はい、さっきね子供たちに教えてもらって踊り方知ったんですけど、はい、足のね上げ方が難しくて、はい、だから手と足が思うようにいかないんですよ。ね、こういうところ、はい、全てがこう全部やっぱこう一つになるって、やっぱり子供たちすごいなっていう、ね、やっぱりね、やっぱり練習してるんだなっていうのはすごく感じましたね。でも楽しかったですね。いや本当に楽しかったですし、本当こう短い時間でしたけど、本当にこう長野に来て子ども連の子たちにも僕パワーをもらいましたし、一生懸命さっていうのも僕伝わったんで、はい、だから本当にこうソースセーバーとしてやっぱ初めて、うん、あのね、あの中田裕二の、まあ、代役としてこう、まあ、来ましたけど、まあ、僕なりにそういう、こう一生懸命さっていうのをなんかこう伝えられたっていうふうに思うので、うん、あの荻原市長に僕お約束もらったんで、はい、来年ちゃんと応募して、お、はい、ここに来たいと思います。来年はちゃんと踊るそうです、はいはい、しっかりと踊れるように練習します、はい、心を一つにして、心を一つにして、はい、じゃあ1年間練習してまた長野に帰ってきてください、はい、ありがとうございました、はい、まあ、3年ぶりの開催ということでね、今ここに来ている皆さんもとてもワクワクしていると思いますが、うん、そうですね、私自身とてもワクワクしています、うん、そしてね、いよいよあと2時間半ほどで始まります、お祭りが。
やっぱダメなんですかね、僕。あ、ダメですね。ダメですか。やっぱみんなに NG もらっちゃったので、今日はダメですか。今日は心の中で踊ってください。わかりました。はい。わ、はい、かりました。はい。まあ、この後中央通りに出て踊りを繰り出してご覧になる方もいらっしゃると思いますし、まあ、この番組 YouTube をねご覧の方も、うん、3年ぶりの長野びんずる、ぜひ皆さん各々いろいろな楽しみ方がねあると思います。皆さんそれぞれの場所でそれぞれの楽しみ方をして、ね、はい、もう長野びんずるね全力で、うん。味わっててほしいなと思います。そうですね、はい、こう出る人も見る人もね、うん、全力で一体感持って、はい、ね、みんなね、こう本番成功、はい、祈ってます。はい、はい、です。まあ、ここまでのね、お相手は奈良橋明と、はい、エリでした。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。皆さん本当に、ね、皆さん暑いので水分補給しっかりしてくださいね、はい、体調管理